金沢競馬第11競走メインレースを迎えました。スーパースプリントシリーズ2020重賞第3回日本海スプリント、900メートル8頭で争われます。枠入り順調に進んで、最後は笠松から参戦、8番のチェゴ。鞍上も笠松藤原美希を騎手、ゲートへと誘導されて収まります。ゲートイン完了、スタートしました。揃ったスタートから3番のフェリシアルチア出ていきます。外から追っていくのは6番エイシンテキサス、そして8番のチェゴ。1馬身差7番モンファロンが続いています。内を通って4番のファビュラスヒーローと、内々から2番のサノラベ、1馬身後方1番ミラクルダマスク、あとは離れました5番の奈良がしんがりを追走しています。前は3コーナー、先頭3番フェリシアルチア、リードわずか400の標識を通過、6番エイシンテキサス、8番チェゴ、3頭並んでいます。3馬身から4馬身離れて、内を通って上がってくる1番ミラクルダマスク、4コーナーカーブから直線です。内から一気に1番ミラクルダマスクが差を詰めてくるが、先頭は3番のフェリシアルチア、200を通過。外から8番チェゴを追ってくる。内から1番のミラクルダマスク、足を伸ばしてくるが、3番のフェリシアルチア、外から8番のチェゴ、3番のフェリシアルチアか、8番チェゴか、並んでゴールイン。最後は3番のフェリシアルチア、振り切ったかという体勢。8番のチェゴ迫りましたが、どうやら3番フェリシアルチアが振り切りました。藤田浩二騎手、地元金沢フェリシアルチア、第3回日本海スプリントを制しました。8番のチェゴ迫りましたが2番手、1番のミラクルダマスクが3番手入線です。その後ろは固まりました。4番のファビュラスヒーロー、2番サノラベ、7番のモンファロン、さらに6番のエイシンテキサス、ここは固まって5番の奈良がその後ろで入線です。ダッシュをつけて花マークを受けましたが、3番のフェリシアルチアが振り切りました。8番のチェゴ、フェリシアルチアを見ながらの競馬、最後前に迫ろうという体勢でしたが、3番のフェリシアルチアが振り切っています。外から8番のチェゴ追い詰めましたが2番手、内を救った1番ミラクルダマスク、一旦は前に迫りましたが、これは3番手入線です。第11競走日本海スプリント確定までお待ちください。収まります。